はい、皆さんこんにちは。本日はあやたかカフェ、あやたかカフェ抹茶ラテの紹介ですじゃないんですよ、まあ、これはねただのお水なんですけど、まあ、これ美味しいんでよかったらね、今日はちょっとここに移して、まあなんかサムネ映えするかなというところでちょっと置かせてもらってますが、はい、そんなのはどうでもいいんですよ。はい、公務員事件物語の第24弾か5弾か6弾かね、前にしとってちょっと分かんなくなってくる。まあ動画撮る前に確認しとけよと思うかもしれないですけどね、いつも忘れちゃう、始まってからいつも考えちゃうね。ところで、はいはい、ネタ切れなんですよね。ネタ切れってことはないんですよ、うん、ネタ切れってことはないんですけど、まあネタ切れなんですよね、うん、どっちなんだいってことなんですけど、ネタ切れなんですよね。はい、ネタ切れです。まあなんで、まあやってほしい企画とかあったらもう全然コメントしてくれたら嬉しいです。はい、で、まあ、でもですね、やめるわけにもいかず、やっぱり勉強の記録を毎日残していきたいっていう、そういうとこなんですよね。だから、ま、勉強する姿を毎日撮って、3分間、どこかの時間で撮って、それをアップするっていう、まあ、今後はそういう形が多くなるんじゃないかなというふうに思います。はい。なので、もし、まあ、模試の成績発表とかはちょっと別なんですけど、まあ、気になる勉強方法だったりとか、まあ、勉強の進捗具合だったりとか、まあ、そういったことに勉強に関する質問っていうのは、全然、行ってくれたらいいなというふうに思います。はい、なんで、まあ、本日は早速ですがこちらの英単語やっていきたいと思います。これ動詞、失礼、形容詞、副詞ですね。ちょっと花ちゃんに噛まれちゃいましたけど、やっていきたいと思います。まあこれももう3日に1回これが回ってくるんで、3つあって、多分でもうだいぶ見ただけでもすぐ反応できて、まあいろいろ順番入れ替えたりとかしてやってるんですけど、まあ一応これはあれですね、予備校の文章理解のテキストの付録でついてた、まあこれだけは覚えておきたい公務員の、公務員試験の、まあ品質単語集みたいなやつで、取ってます。もしかしたらやっぱ大学入試で使ったような、英単語帳っていうのをちょっともう一回やる必要があるんじゃないかなとは思うんですけど、どうでしょうね。まあでも英単語に時間を使うっていうのもいいと思うんですけど、やっぱそれよりやっぱ長文を毎日読んでいくっていう、まあその読んだ中で分かんなかった単語とかを調べていくっていう方がいいのかなっていうふうに僕は思いますんで、まあ単語はまあほどほどに、はい、この辺のよく品質する単語だけしっかりと確認できてればいいんじゃないかなというふうに思います。はい、なのでまあ今後はね、こういったまあ勉強の姿を皆さんに見ていただくということが多くなると思います。はい、こんな感じで終わりました。なので、もしよかったらチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いします。またまいまい TV 公式の Twitter、Instagram、TikTok もやってますね。ぜひフォローお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。